ホテルブエナビスタは長野県松本市本城にあるホテル。アルピコグループの東洋観光事業が運営している。1989年10月2日、松本電機鉄道はかねてから構想していた新しいシティホテルの建設事業に着手した。場所は松本駅の資金、かつての松本電機鉄道本社所在地である。建物は地上14階建てで、 高さは59.5メートル、客室数200、さらに1000人収容可能な大小の宴会場を備えるなど、当時としては長野県内最大規模の設定であった。工事は1991年11月22日、春工、同月27日にグランドをオープンした。総事業費は160億円。昭和60年代以降、松本市は音楽とスポーツ都市を宣言し、 文化、観光、交通の面で都市開発計画を進めていた。松本電機鉄道グループによる新ホテル建設は、こうした動きに追従する姿勢を示すものであり、また自らの企業価値の向上を図るという意味合いもあった。当時のグループ経営トップの意向で、高いグレードを志行し、ハードソフト両面で投資が行われた。ホテル名称のブエナビスタはスペイン語で、 素晴らしい景観を意味する。350件の候補の中から一般に覚えにくい。しかし一度記憶されたら忘れないということから選ばれたものである。シンボルマークはアルファベットの B と V の字を組み合わせたもので、都会的な優雅さ、暖かく優しさのある空間をイメージしてデザインされている。開業後、すぐに各種スポーツ、 文化的なコンベンション参加者の宿泊先として利用され始めた。特に1992年の斎藤記念フェスティバルでは世界的に活躍する演奏家を受け入れた。グループ社長、滝沢至タは斎藤記念財団の理事でもあった。フェスティバルの聴衆として訪れていた文化界、政界、財界各方面の著名人をはじめ、秋人上皇。 上皇后道子ら皇族も宿泊しており、このことはグループにとって自らの文化的なイメージをアピールする絶好の機会となった。建物近景会議場としての利用あたりホテルの建物は地下1階、地上14階建てで、1階はフロントロビー、各種レストラン、2階から4階までが大小園会場、結婚式場、5階が料亭、 6階から13階までが客室となっている。最上階の14階にもレストランがあり、地下1階はパーティ会場及び駐車場である。客室はスタンダードフロア、同スーペリアルーム、同プレミアルーム、エグゼクティブフロア、同ラグジュアリールーム、スイートルームの6グレード。内訳は下記の通り。食事は一階中国料理レストラン、聖紫花、カフェダイニング、 ラカフェテラサ、5階料亭、深四郎、14階フランス料理、レストラン、ソルプレーサがある。結婚式場としては、音楽堂、ザ・コージー・ミュージック・ホール、出雲大社の祭神を祀った神殿、出雲を設置。高さ約60メートルの屋上部分も眺望に、優れた天空のチャペルとして利用可能である。その他、各主演会場の概要は、下記の通り。 各宴会場は開業当初、大宴会場が、鳳凰、中宴会場が、九尺、小宴会場がそれぞれ、葵、霧、カツラ、風、立花という名前であった。館内に大浴場のような共同浴場はないが、ホテル宿泊客,客向けに、美しが原温泉、ホテル小防の大浴場を無料で、利用可能なサービスを提供している。ありがとうございます。